じゃ、かくすけでーす。ステッパーケース続きやっていきます。前回ね、そのままケース3に進んでいくっていう話をしたんですけど、ケース1の時ね、なんかいろいろ謎が残ったまま終わったから、まあ1周目はそういうものなのかなって思ってたんですが、ケース1はちゃんと新ルートに行ってたらしく。まあ、もやもやして、では言いつつも新ルートに行ってたらしいので、まあやっぱりちゃんと新ルートを目指すべきだろうという考えのもと、はい、分岐点のところに戻ってきました。でね、ちょっとね、それについて調べる上でちょっと答えをね見ちゃったので、ここまでは見た通りやっちゃいます。もうこれ以上調べるところもないし、隠されたものもないっていうのに否定で、これですね。うん。哺乳類館の後ろの研究室のドアを誰かが開けたっていう。私ももうこの研究室は絶対に調べさせてないっていう勝手な固定観念で囚われていたんですが、ちゃんとね、この人がベックさんが関係しているよっていう証拠が出たら改めてお願いしましょうみたいなことを確かに言ってたなって思いましたね。なんでこれを多分、確かこれだったはず。違った。あれあれ、でもレッドフィンズさんのこれの否定っていうことは分かってるんだけど、あれ、ちょっと待てよ。あ、違った、研究室の方か、立ち入り禁止ドアの方だ。これ何だったっけ、これどこの箱、こっちですね。はい、調査禁止なんだけど、もうあなたこのままだと犯人にされてしまいますよっていうことで、調べさせてください。チーム長、よく考えてみたら、まだ僕たちが調べられていない場所がありますよね。そうだっけ？はい、哺乳類館にあった立ち入り禁止と書いてあるドア、その後ろです。ああ、そこ。多分研究室がある地下につながるところだったよね。いや、そこには入らないことで話がついていたはずですよ。まあそうね、上と話がついたところだから、できるだけその奥はの方は放っておいた方がいいわ。ですが、さっきおっしゃいましたよね、その合意はベックさんによって取られたものなので、ベックさんが事件と関係がある証拠が出てくれば調べる可能性もあると。確かにね。ノート、そこを調べたい特別な理由でもあるの？私たちがすでに集めた証拠だけでもベックの犯行を証明するには無理がないと思うけど。ベックさんの反応が気になりまして。ね、気になるね。はい、最初ベックさんが事件当時研究所にいたとこということを主張するために僕たちの調査を止めているんだと思ったんです。しかしここまで来ると地下にベックさんの痕跡が残っているかどうかはさして意味がありません。それなのにベックさんは僕たちが地下を調べるのを止めようとしています。もしかすると、ベックさんの犯行に他の何かが隠されているかもしれないと思ったんです。その手がかりが地下に残っているんじゃないかと思って。大丈夫じゃないでしょうか。どうせ僕も排水管から出るのに時間が少しかかりそうですし、その間に地下を調べるのはどうでしょう。仕方ない。許可するわ。レトリンズさんの許可ではないんだけど、ただし後で課長に怒られたらノートが慰めてちょうだい。それはちょっと。ということで鍵はお持ちですよね。どういうつもりなんですか。私が許可をしません。私はまだここの副社長です。いえいえ、これはベックさんにとってもチャンスじゃないですか。はい、地下の研究室から突然排水管に移動したんですよね。研究室を調べたらその発言を証明できるか手がかりが出てくるかもしれませんよ。
本当にそれが真実だとすれば、断る理由はないんじゃないかと思うんですけど。それから一つ訂正すると、ベックさんは副社長じゃなくて有力容疑者です。鍵くださいますよね。ついに銃を出したぞ、テナちゃんが。よし。こっからだ。ああ、もやもやが晴れるといいな。なんでそんな酷使してるんだ？え、なんもない。ここが皆さんがどうしても見たいとおっしゃっていた建物の地下です。なんていうか、ベックさんと似合う場所ですね。空気がよどんでいて、1階に比べて散らかっている。地下には自動で掃除する機能がないんだろうか。そうすると、調査を始めましょう。はい？あ、調査ですね。いいわ。さっさとやっちゃおう。はーい。え、ベックさんに能力見られちゃうよ。ベックさん出てて、外に。ほう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 。これは？これはすっごいモフモフの毛がありますね。ここ、バケツの中にあるのは毛でしょうか。かなりの量だね。それでさっきから鼻がムズムズしてたのかな。実は今くしゃみが出そう。あっち向いてしてください。チーム長、記憶を読み取りましたか？次に行きましょう。はい。え、次に行きましょう。モップ、血がついてる。気づかなかった。モップか。掃除道具がここにあるということは、やはり地下は自動で掃除される機能がないみたいですね。あ、じゃあここなら足跡も全部残ってるかも。まあありえますが、重要な痕跡のようなものはベックさんが全部モップで消したんじゃないかと思いますけど。何それ、結局一緒じゃん。ただこのモップの先端、暗くてよく見えないが妙に赤くなっている気がする。レッドウィンズさんは今はやっぱベックさんがいるから記憶読んだりはしないのかな。じゃあドアの記憶。このドアはどこに繋がるんでしょうか？ああ、そこは研究室です。私が主に勤務する場所ですよ。あ、研究室はこの先なの？ここがさっきからずっと話していたところですか。ベックさんの主張通りなら、ベックさんはもともとここにいたのに排水管に移動していたというお話ですよね。ところで、クリーチャーの研究ってどういう風に進めてるんですか？ああ、それは今から研究室を見ればわかるでしょう。さあ、いきなりのホラー。何？テラさん、一体何があるって。見ないで。はい。見るな、ノート。命令よ。チーム長、テナちゃん見ちゃった？どいて。はい。ああ、あんた何者なの？うお、が、テナさん？テナ、やめなさい。二度は助けられないわよ。放っておいて。私は答えが聞きたいの。言いなさい。あんたは何者なの？今まで何してきたの？え、ひとまずこれをほどいて。あ、テナちゃんのこれが光ってる。コルトレベルなのか。うわ、ギャー。よく喋るね。緩すぎたかな。ぐわー。ぐ、これのことだね。これだった、これだったんだね。上にいたクリーチャーたちも全部こうやって作ったの。ぐえ、テナさんやめてください。そんなに首を絞められてどうやって話せって言うんですか。そうだね。
さあ言いなさい。言えって。さもなければ。ヘナさん。さすがに殺すつもりはないよな。約束したんだから。戻るのが遅れて申し訳ありません。いいタイミングだったわ。ちょっと、それを言っちゃダメでしょ。もう少し怖がらせようと思ったのに。もちろん殺しはしないよ。こう見えても取り調べ担当だから、話は全部聞かないといけないんだから。うわー、黙れ。てなちゃん。てなちゃん。これで話せるでしょ。あのドアの後ろで何をしていたのか。はい、はい。クリーチャーの変異を促進させるんです。もう少し多様な変異を研究できるように。変異を促進させる？クリーチャーはどんな変異をするかによって、その価値が大きく変わります。うまくいけば、国家経済に大きな影響を与えることも可能です。そのために、非倫理的な実験、それがあなたが私たちに隠したがっていた真実だったんですね。非倫理。一般的な基準で考えればそうでしょう。何ですって？私たちウツは、過去にこの方法で繁殖力を評価させた豚がベースのクリーチャーを作ったことがあります。今は食用クリーチャーの代表的な種類の、おそらく皆さんも食べた可能性が高いです。うん、あれか。耐えるんだ。今戻しちゃダメだ。その種類は安くたくさんの量が市場に出回り、たくさんの人々を上から救いました。私の研究はその人々を救ったんです。これからより多くの人々を救えるかもしれません。ところが話もできない、私を止めることもできない、ただの歩く食事をかわいそうに思う人たちがいる。普段は何も気にせず肉を食べる同じ人たちがね。それはまさに非倫理的な偽善じゃないんですか？ありがちだね。驚きもしないわ。そんなに誇らしいことをしてこんなところに隠れて最後まで隠そうとしたの？誰かこの人ちょっと遠くにやってください。テナ、ブリアンと一緒にこの廊下の調査を続けて。ベックは私たちに任せて。頭を冷やしなさい。そうしよっかな。テナさん、あのドアの後ろには一体？知らぬが仏だよ、ノート。今回ばかりは私が正しいと思う。お願い。ええ、ご心配なく。チーム長、テナさんは保護観察チームってところはね、管理局作戦課で一番大きな部署で平和そうな名前をしているけど、実際は犯罪を犯したステッパーを捕獲、または射殺する戦闘特化部署よ。テナは保護観察チームで有名だった。目標を捕獲せずに射殺する比率が他のメンバーに比べて圧倒的に高かったの。あの頃は今みたいに口数が多い方でもなかったしね。ね、テナさんはどうしてマナ事件専任チームに来たんですか？テナ本人が部署の変更を申請したの。ブリアンから聞いた話では、その頃テナが作戦中に建物に閉じ込められたことがあったんだけど、標的だった犯罪者の助けで脱出に成功したみたい。その事件がテナの価値観を変えたんだと思う。ブリアンさんはテナさんが専任チームに来る前から知り合いだったんですか？あ、二人は訓練施設の同期よ。それに、チーム長、ちょっとこちらに来ていただけませんか？この話はまた今度。僕は本当にこの人たちについて何も知らないんだな。事件当時にできた足跡があるって？
はい。ありえないです。その時、ベックさんは排水管の中にいたんですよ。そうだ。それは僕の目で確認した。これは、ベックの足跡じゃない。この廊下に残っている足跡は、哺乳類館の飼育員、ケンドリック・ホースのだ。はい？出たぞ、ホースさん。まあ、てなちゃんは犯罪者として捕まった人たち全員が悪い人じゃないっていう気持ちになったんだろうね。考え方が変わったんだろうね。今までは何も考えずに射殺してたけど、うん、じゃあ行きましょう。それ確かなのよね。ええ、この足跡の間の距離、間違いなくホース本人の足跡です。だけど、さっき明らかにホースは哺乳類館にいたって話で終わったじゃない？それは勘違いだったんだわ。勘違い？ノート、この痕跡写真はさっきブリアンが作成したわ。うんうんうん。四つの四角形、これ脚立だな。指紋はベック、足跡はホース。こっちの足跡はベック。ベックが入っていく。に、ホース。ホースは脚立まで。うん、これを見たらあなたもわかるでしょう。ええ、僕たちはホースさんがいた場所を哺乳類館だと思った理由。それにこの痕跡を見れば、どうして勘違いをしたのかわかります。うん、うん、うん、うん。いや、全然違うね、ルート。モコの怪しい行動はベックの干渉のせいである可能性が高い。モコ、ベックを追求し彼の意図を明らかにしなければならない。ん？ん？ちょっと待てよ。これベックを追求し、そっちですか？そっちですか？ベックの話ですか？それよりも、まあこれは確定でしょ？で、3番の4つの四角形と脚立でいいのかな？うん。時間もぴったり一緒だな。うん、ここに座ってたのか。僕たちがホースさんのいた位置を爬虫類館だと思っていたのは脚立のせいでした。脚立に残っていたホースさんの足跡がついた時刻が被害者の死亡推定時刻と同じだったからです。ああ、そうだったね。それで？え？ああ、はい。ノート、まだ捜査中よ。はい、すみません。だから、今脚立がある場所にそのままホースさんがいたんだろうと思ったんですが、それが違ったんです。そうか。この地下の廊下に残っている4つの四角形。これはおそらく、はい、哺乳類館にあった脚立の跡です。そしてチーム長が哺乳類館にある脚立の記憶を読み取ったとき、ええ、他の場所に移動した記憶が残ってたわ。つまり、ホースさんは脚立をここまで持ってきて使ったということです。なので、ホースさんは事件当時、哺乳類館にいたのではなく、ここにいたということになります。立ち入り禁止のこの場所に。だが、どうしてこんなところに脚立を持ってきたんだろうか。もしかしてスキルを使うためじゃないかな。1階にいるクリーチャーを射程範囲距離内に入れるために。いや、ホースのスキルの射程距離は4メートル。地下の天井に張り付いてスキルを使うとしても1階の哺乳類館までは届かない。それじゃ何を一体。とりあえずホースを呼ぼう。
とりあえずホースを呼ぼう。なんというか聞いてみるしかないわ。この事件、まだ隠された何かがあるのか。ホースさん、いろいろ聞かせてもらいましょうか。ひゅー、陰気臭いな。よくこんなところに引きこもって入れますね。あ、副社長どうしたんですか？なんかまた余計な一言でも。まさか、モコに騙されたんですか？ホースさん、質問は私たちがします。事件当時、どうしてここに来たんでしょうか？なんでまたそれを、誰がそんなことを、副社長が言ったんですか？ここにいました。あ、それならどうして、僕たちが聞いた時には、哺乳類館のはしごに座っていたと言ったんですか？それは普段そうしていたと話したわけで、事件当時も哺乳類館にいたなんて一言も言ってませんけど。なんだって、僕たちがそう考えるように仕向けたんじゃないですか？いや、皆さんが勝手にそう思ったんでしょ。ええ、事件当時ここにいましたよ。それが何か問題にでも？それじゃあ陳述してください。事件当時ここで何をしていたのか。言いにくいことはないですけど、真実を教えて差し上げましょう。はい。本当に真実を教えてくれる？副社長は時々鍵をかけるのを忘れるんですよ。最初は好奇心でここに来てみたら、研究室で行われることを目撃して驚愕しました。人も他の動物と大して変わらないのに傲慢じゃないですか。俺はここで起こっていることを外に公表することにしたんです。そこで鍵がかかっていない時に来ては証拠を集めてました。昨日もちょうどドアが開いてたんです。他の理由はありません。お？どうです、変わったことじゃなかったでしょ。ホースさんは動物好きだからこそこの副社長とかの研究が許せないのかな。どうなんだろうね。とりあえず辻褄は合うな。もちろんです、俺は見苦しい嘘なんてつきませんよ。それなら、どうしてここについて教えてくれなかったんですか？教える？管理局の人間に？冗談ですよね。ノート、今の陳述、これのことなんだけど。ええ、ただでは見過ごせない陳述がありますね。そこをとことん掘り下げてみましょう。うん。たまたま空いていたわけではないと。陳述ホース2。これですよね。ちょうどドアが開いてたわけではない。他の理由はない。他の理由がある。ホースさん、どうして嘘をついたんですか？え、突然なんですか？有力容疑者であるベックさんも聞いている状況で、異常心拍のことは話せない。とにかく聞いてみるしか。あなたがここに来たのは、今おっしゃったこと以外にも理由があるんじゃないですか？まあ、そうですね。ん？思ったより簡単に話すな。それなら他の理由とは何でしょうか？秘密です。ホースさん、陳述をそうやってストレートに避けるのはあまりいい考えではありません。最悪の場合、あなたを犯人とみなし、捜査を終了することもあるので、もう少し考えてください。まあ、そうなったら仕方ないですね。でも、本当にそんなことができるんですか？今の状況で一番怪しい人は、本当に俺ですか？なかなかやるわね。このまま行くと自分は損しないってこと、よくわかってる。どうしてでしょうか？はっきりと怪しい点を何度も指摘したのに、何ともなさそうなんです。それは、ホースが一度も嘘をついたことがないからよ。そういえば、
ベックさんが言ってましたね。モコさんが戸惑うと余計な嘘をつくタイプなら、ホースさんは誰かを騙すときも嘘をつかないと。あの人は私たちを騙そうとするときも、嘘の代わりに曖昧な言葉を選んで、私たちが勝手に勘違いするように仕向けた。嘘はつかなかった。そう言って何度も言い逃れるんだわ。いい詐欺師はいつも抜け道を残しておくものだから。それどこで聞いたっけ、その言葉。ボスさん、それならもう一つだけ聞きます。ああ、何でしょうか。あなたがここに来た理由は事件と関係があるんでしょうか。ん？それもノーコメントにします。どうしてですか。はい、そりゃ話したくないからですよ、プライベートなので。これは事件と関係なければ関係ないと言えば済む問題です。その返事だけならあなたのプライベートは全く知ることができませんよ。それでも返事をしないということは事件と関係があるというふうにしか聞こえませんけど。ああ、確かに。じゃあこのくらいは話しておいた方が良さそうですね。俺は事件と無関係ではありません。そう言ってもらえてよかったです。ち、さすがてなちゃん、誘導がうまい。どうして自首したんですか。もしさっきそこで事件と関係ないと言えば、事件と関係があることが明るみになった時、ホースは嘘をついたことになるから、これ以上逃げられなくなる。それで容疑を認めたわけですか。今は静かにやり過ごしてから、僕たちがベックを捕まえれば、その時にちょっとしたことで関係があると言い訳するために。とにかく絶対に嘘はつかないんだな。というところで、今回ね、ちょっと微妙なタイミングではありますけど、いや、もうちょっとやるか。まったく、口喧嘩に限っては別人だな、テナは。それに限っては、ね。ええ、すごいですね。それにホースさんはミスをしました。僕に確信を持たせちゃいけなかったんです。これでホースさんが事件と関係があるということが分かったので、どう関係があるのかさえ探し出せればいいんですね。何か思い当たる節でもあるのか？今はまだありません。手がかりを一つ、二つずつつなげていくだけでは見つけられないかもしれません。お、来ました！六角形。しかし、ホースさんがどんな形であれ、事件に関係があるとすれば、明らかに今までの手がかりの中にもヒントがあるはず。ここを少し引っかき回す必要がありますね。来ました。六角推理です。というところで今回はここで終わりにします。次回はこのケース、最終回になるんですかね。はっきりさせましょう。ご視聴いただきありがとうございました。